ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。一昨日、ポイントに決めていただきましたお客様のですね、最終的な、配管の設計図面が上がりまして、最終見積もりが完成し、送付をしたところであります。そしてですね、本日はですね、昨年より打ち合わせをしておりました新築住宅のお客様ですね、ペレットストーブを採用ということで、こちらの方はですね、ペレスターですね、法事成功ペレスターを、選択されたということでですね、近日中に、現場の確認に行ってですね、先行スリーブの打ち出しをしていきたいなというふうに思っております。まだ2月ですね、まだ寒い日が続いています。今年は例年よりもやっぱ寒いので、ストーブ需要が近年よりもですね、まあ、やっぱ高まっているのは事実でありまして、あるメーカーのですね、在庫も少し少なくなっているというような情報もあります。また機種によっては欠品も出ているということも聞いております。春先にですね、設置を考えの方、早めにご相談をいただければというふうに思います。ペレットストーブメンテナンス新設置、群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬ショールームまでお問い合わせください。